しあげるから車においで。あ、絶対嫌です。あ、煉獄さんがいる。こんな夜遅くに幼子が一人でいようとは、よもやよもやだ。ここは鬼や変態が出現するやもしれん。うむ、俺の屋敷に来るといい。俺のところで耐えてげよう。もう安心だ。さあ行くぞ。こいつも危ないってのが分かりました。みんなも騙されないようにしてください。あの、無言でお札を投げるのやめてください。怖いです。あの無言でお札投げるのやめてください。無言で投げるのはバカ野郎。お札投げるのやめてください。小さい知らない子にお札を投げるのは犯罪です。頭なでなでさせて。ひっしー、本当にロリ何言ってるの。ウィは9歳だよ。でもロリは自分のことロリって言わないと思う。コミック LO 読んでそう。なんていう漫画。ウィ全然わかんないんだ。こんな時間に公園で何をしているの。まあ、粛清みたいな。最近趣味なんだよね。ロリウイの新衣装いつですか。ウイはこの服一着あれば全然、まあ、の問題ないので、増えることは一生ありません。最近の小学生は怖いですね。このコメント欄の方が2000倍怖いと思います。私、締切さん。ウイミちゃんはお化け好きかな。嫌いですし、締切も嫌いです。ロリ 3D ライブはいつですか。一生ありません。みんないっぱいコメントしてくれてありがとう。どんどん気持ち悪いね。あと5時間やってほしい。喉がね。住所教えて。あ、連れて行ってあげますね、警察署にね。君のグッズないですか。いやいやいや。え？小学生のグッズって何ですか。わかんないな。え、小学生のグッズいっぱいあるでしょ。まあ、小学生のグッズがいっぱいあるのはわかってるんだけど、小学生が書いてあるグッズがいっぱいあるわけないよね。グッズと聞いて応援。あの、カンダリンさんやめてください。あの、知り合いに見られるとマジできついです。見ていただいてめっちゃ嬉しいんですけど、マジでやめてくださいね。お恥ずかしいのでね。そろそろ終わりてえやな。それでは皆さん、さよなら。